行き先の変更をお知らせします。10時8分発特急日輪シーガイア5号、宮崎空港行きは延岡行きに変更となります。2番乗り場、10時8分発特急日輪シーガイア5号、延岡行きは6両編成です。自由席は3号車から6号車です。指定席は2号車です。グリーン車は1号車です。行き先の変更をお知らせします。10時8分発特急日輪シーガイア5号、宮崎空港行きは延岡行きに変更となります。特急日輪シーガイア5号、延岡行きが6両編成で入ります。この列車は乗車券のほかに特急券が必要です。特急券はご乗車の前にお買い求めください。 A limited express 日輪シーガイア bound for 宮崎 airport will soon arrive at this track. Please stand behind the yellow line.2番乗り場に10時8分発特急日輪シーガイア5号延岡行きの到着です。危険ですから黄色い展示ブロックの内側まで下がってお待ちください。大分です。ご乗車ありがとうございました。九大本線上り10時32分発普通列車由布院行きは7番乗り場です。豊肥本線上り10時54分発普通列車四季戸方面豊後竹田行きは6番乗り場です。日豊本線下り10時57分発普通列車鶴崎方面神崎行きは2番乗り場です。温泉県大分、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 温泉県大分。2番乗り場の列車は10時8分発特急日輪シーガイア5号延岡行きです。自由席は3号車から6号車です。指定席は2号車です。グリーン車は1号車です。2番乗り場の列車は10時8分発特急日輪シーガイア5号延岡行きです。2番乗り場から特急日輪シーガイア5号延岡行きが発車します。ドアにご注意ください。4番乗り場16時5分発特急日輪15号延岡行きは6両編成です。自由席は4号車から6号車です。指定席は2号車から3号車です。グリーン車は1号車です。行き先の変更をお知らせします。16時5分発特急日輪15号宮崎空港行きは延岡行きに変更となります。4番乗り場に列車が到着します。
この列車は16時5分発特急日輪15号、宮崎空港行きとなります。危険ですから黄色い展示ブロックの内側まで下がってお待ちください。4番乗り場の列車は16時5分発特急日輪15号、延岡行きです。4番乗り場の列車は16時5分発特急日輪15号、延岡行きです。自由席は4号車から6号車です。指定席は2号車から3号車です。グリーン車は1号車です。4番乗り場の列車は16時5分発特急日輪15号延岡行きです。4番乗り場から特急日輪15号延岡行きが発車します。ドアにご注意ください。普通列車ご利用のお客様にお知らせいたします。14時27分の列車佐伯まで、指定通り運転を行います。佐伯まで普通列車指定通り運転を行いますので、2番乗り場でお待ち合わせください。4番乗り場に延岡行きの特急列車日輪7号を発車いたします。特急日輪7号延岡行きが発車します。ドアにご注意ください。大分です。ご乗車ありがとうございました。この列車は回送列車ですのでご乗車できません。日豊本線下り9時50分発普通列車鶴崎方面臼杵行きは1番乗り場です。豊肥本線上り9時55分発普通列車四季戸方面中半田行きは6番乗り場です。九大本線上り9時58分発普通列車南大分方面向かいの春行きは7番乗り場です。日豊本線下り10時8分発特急日輪シーガイア5号延岡行きは2番乗り場です。温泉県大分、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 大分大分です。ご乗車ありがとうございました。この列車は回送列車ですのでご乗車できません。日豊本線下り9時50分発普通列車鶴崎方面臼杵行きは1番乗り場です。豊肥本線上り9時55分発普通列車四季戸方面中半田行きは6番乗り場です。九大本線上り9時58分発普通列車南大分方面向かいの春行きは7番乗り場です。日豊本線下り10時8分発特急日輪シーガイア5号延岡行きは2番乗り場です。2番乗り場の列車は回送列車です。